皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生の社会、中世の日本、5時間目の内容です。教科書は、東京書籍74から75ページを使って学習を進めていきます。皆さん、教科書を中心に学習を進めていきますので、頑張ってください。用意するものは学校で使っている教科書やノート、ある人は資料集や用語集を使ってください。この時間の学習課題は、鎌倉時代の文化や宗教はどのような特色を持っていたのでしょうかになります。皆さん、この時間は資料集などを持っていれば、手元に置いて調べながら学習を進めてほしいと思います。それでは始めていきます。鎌倉時代は武士が政治を台頭していきますが、その中で貴族は朝廷の文化を見直すようになっていきます。後鳥羽上皇の命令で編集されたものとして、新古今和歌集があります。これが朝廷の優れた文化の表れと言われています。その中には、多くの和歌が載っているわけですが、藤原の定家や西行、賀茂朝明などの代表的な歌人がいます。賀茂朝明といえば、社会の虚しさを記した方丈記が代表的ですね。他にも様々な文化があります。皆さん、教科書の74ページを開きながら学習を進めてくださいね。鎌倉時代の文化についてさらに学習を進めていきます。鎌倉時代の代表的な建築物として東大寺の南大門があります。東大寺は源平の争乱において兵士に焼かれてしまいましたが、貴族や武士、民衆からの寄付によって再建されました。東大寺の南大門に置かれている金剛力士像、これはとても力強い彫刻として鎌倉時代の文化を象徴するものとなっています。74ページの資料を見てください。また、東大寺再建の影響を受けて鎌倉でも同様に寄付によって大仏が作られました。鎌倉の大仏も有名ですね。行ったことがある人もいるのではないでしょうか。さらにですね、武士の戦いを記した軍記物の平家物語、これが分かりやすい文章で、源平の争乱における武士の活躍を描いたものとして、琵琶法師によって語り伝えられました。資料の2番と3番を見てください。特に2番の平家物語は、国語の授業でも学習した人がいるかもしれません。書き出し、とても大切です。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありとあります。これを琵琶法師が各地を巡って語り、多くの人々に広まっていきました。最後になりますが、随筆集と読みます。兼好法師がつれづれ草を完成させました。このつれづれ草には生き生きとした民衆の姿が描かれています。皆さん、今度は違った視点から鎌倉時代の文化を見ていきましょう。鎌倉時代にはたくましく成長した民衆や、自分の運命を切り開いてきた武士の心の拠り所として新しい仏教が広まっていきます。この新しい仏教の教えは、分かりやすく実行しやすいという特色がありました。この時代に広まっていった新しい仏教のことを鎌倉仏教と呼んでいきます。その代表的な人物がこの6名になります。法然、親鸞、一遍、日蓮、永斎、道元になります。75ページの資料の4番を見てください。それでは、この6名はどんな教えをしたのか、
そしてどのような人たちに受け入れられていったのかなどについて、ノートに簡単で構いませんので、このような表を書き、調べてみてください。では、動画を止めてみましょう。皆さん、このようにまとめることはできましたか？法然は、一心に南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば、誰でも極楽浄土に生まれ変われると、浄土宗を開いていきます。その法然の弟子であった親鸞は、阿弥陀如来の救いを信じる心を強調していきます。浄土真宗を開いていきます。次に、一辺は踊り念仏や念仏の札を配ることによって、布教活動を行っていきます。自習と言います。日蓮は法華経の題目、題目とは南無法蓮華経です。これを唱えることで人も国も救われると説いていきます。日蓮宗とか法華宗と呼ばれています。栄西は臨済宗を、道元は曹洞宗を開きます。この2つは、座禅によって自分の力で悟りを開こうとする禅宗の影響を受けています。禅宗は武士の気風にもよく合いましたので、幕府は積極的に中国から僧を招いて禅宗を保護していきます。資料の5番を見ましょう。一辺の踊り念仏の様子が載っています。一辺は念仏を進めるために念仏の札を配ったり、資料にあるような踊りを取り入れたりし、工夫を凝らしていきます。資料は京都での踊り念仏の様子になります。多くの人々が見物し、興味を持ってくれているのがわかりますね。最後に、古代で保護されていた天台宗や真言宗などについて確認をしていきましょう。最澄が開いた天台宗、空海が開いた真言宗は、その後も朝廷や幕府に保護されていきます。また、神への信仰を仏教に取り込んだ考え、これを神仏習合と呼んでいきますが、これが広がっていきます。新たに神道も形成されていくようになります。75ページの資料の6番を参考にしてください。皆さん、お疲れ様でした。それでは第5次のまとめをしたいと思います。鎌倉時代には様々な文化が広がっていきます。鎌倉時代の文化の特色を20字程度で説明してみましょう。参考となるようなスライドを3枚載せておきます。まとめ終わったら第5次を終了してください。皆さん、よく頑張りましたね。お疲れ様でした。